皆さんやってまいりました、森ちんです。さあパズドラでございます。今回は闘技場3にこのソニア・クレアのパーティーで挑もうかなと。実はですね、私闘技場3まだクリアしたことがございません。はい、パーティーの紹介はこんな感じなんですけれども、はい、こんな感じでソニア・クレアのパーティーなんですけれども、パオルムをね、ここに継承して、まあね、結構相性いいかなと思うので、それから宮田くんのエンハンスですね、3倍の水属性3倍のエンハンスで、それから局の、まあ、ちょっと闇を水に変えちゃうところはあるんですが、ここでお邪魔ね 100% になってるので、それから3バーストナックルで固定ダメージ、まあこれはプレドラ用ですね。で、風神をシルビーに積んで、ちょっとね僕はなんだいい枠がないんですよ。そうシルビーぐらいしかちょっといなかったので、追撃のいい感じのドラゴンがいなくて、そうでメルクリアエンハンスをつけてくれてるフレンドということで、回復バッジで、挑んでおります。ということで、このパーティーで頑張っていこうと思います。まあちょっとまあとりあえずね、時間かかると思うから、もうパッパパッパといきますけれども、本当に闘技場3ね、僕ねなんかね苦手なんですよ。闘技場3なんかダメ今までねなんか勝てなくて、もうこんなコンボする必要もないんだけど、まあ頑張ってやっていきましょう。そうですね、闘技場3やっぱ回れればいろいろキラーとかね、そう将来的にはいろいろこうスキルとか積まなくてもいいように、このねキラーで全部飛ばせるようにラグドラとかなんかその辺でね回れたらなって。あ、一応あいつがいるんですよ、ソニア・フィオで、あれで回れたら一番いいかなと思っているので、あちょっとやばいぞ7コンボやんないと。オッケー、これだこれお邪魔ね。そうお邪魔 100% って意外とこれ役に立つのかなと思ってね、組んでみたら実際そのめちゃめちゃ役に立ったんで、こらええと思ってね。まあいいでしょう。はいそうお邪魔 100% すげえいいなって。まあ本当はねレイヤー武器とかで毒もねいろいろカバーできたらなとか思ったんだけども、なかなかちょっと僕の方でもねモンハンコラボパウルムしか弾けなかったんだな。そうそんな感じだったんで、ちょっと全然コンボができてないですよ。ちょっといい感じに7コンボありがとうございますありがとうございます。多分抜いたねこれはね、ありがとうございます。で局がたまりたくないんだよね。局はためたくないから、これはねガンガン使っていきますよそうなんだよ、こいつはねあかん。でここで指奪いでしょ。そうこれ2ターンだから、これ局だよね。そうだよね、こいつはね使いたくないんですよ本来であれば。まあいろいろわかると思いますが、やっぱねいや闇変えちゃダメでしょみたいなで闇を水に変えちゃあかんでしょっていうことなんで、そうでもこいつしかいないんですよ僕持ってんのが。そのお邪魔をね変える、お邪魔をこう防ぐやつがちょっとこいつしかいなかったんでね、まあ今日はこれでやろうかなみたいな、今日はというか今回はこれでいこうかなみたいな、そんな感じです。よし落としも決まって OK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 。 そうちょっとね闘技場1は僕散々このソニア・クレアのパーティーで回ったんですよ。まあこれっていうわけじゃないんだけど、ありがとうございます。でこれっていうわけじゃないんだけど、なんかこういろいろねアレンジを加えつついろいろね回ってたんですが、ちょっとまあそろそろいいのかなみたいな、いい頃合いなのかなって、3行ってもいいんじゃないかなっていう風に思ったのでね、そろそろ3。ちょっとでもねこのパーティーで何度か挑んでるんだけど、なんかね陣忘れちゃったりとか、最後の方のなんだっけ毒の海に沈めで、あれの時に陣を忘れちゃうとかね、取っておくの忘れちゃうとかね、たまーにやらかしちゃうというか、まあ毎回やってんだけどいつも忘れちゃうんだけど、何なんだろうねこれはね、何なんでしょうか一体この忘れちゃう現象、何なんでしょう。これ抜けるか、大丈夫か、いける、大丈夫、ありがとうございます。よしでビキーンとプレドラが123ぐらいだったよね。これバランスだっけ、これバランスでね天秤だから嫌だな。それは嫌だな。1か、ここはねそう使ってもいいかなって思うんだよね。圧縮空気玉でもぶっちゃけすげえ強いから、マジでこのパーティーにバチコリに合ってんだよね。バチコリ合ってっから素晴らしいんだけど、それは分かってるんだけど、オッケー。これ抜けないですね。これさすがに1000万だっけ、あれ違う、それは違うか、こいつ600万とかだっけ、忘れちゃった。1000万はあれだね、プレドラだね。だからこの辺は 2way 決めれば多分いけないことないのかもしれないとか思ってるけど、おーはな、はい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 。気持ちいいね。落ち込む最後の最後までありがとうございます。あ、400万ぐらいか、400万450万とか分かんないけど、そんぐらいかな。またここで指奪いか。やだね、もうほんとやだやだ。近頃のパズドラはすごくやりやすくなって楽しいな。なんだ急に褒め出した。いや本当にね、ソニアクレアマジで初心者はもうこれ一択でしょレベルで、僕もう本当にすごいなって思いますよ。何、操作時間増えて全パラ入ってて、で火力も出せて、でパズルねやりやすくなってるから、時間伸びてっからパズルもやりやすくてみたいなさ、あれそれ2回言ってんな。いや本当にこいつ出なかったら、持ってなかったら僕ダメだったね。うん、続いてない、絶対続いてない。まあ風神持ってる持ってないってのもあるかなと思うんだけど、ダメージ吸収とかすっごい大変じゃない？だからダメージ吸収無効のキャラを持ってるか持ってないかもすごく重要だとは思うんだけど、だから僕はねいろいろ最近ねその復帰してやってるのはね噛み合った結果なんだなとね痛感してますよ。だからね、いや別にあれですよ、自慢とかをしてるわけではなくて、本当に切実に思うわけですよ。数年前は僕だってもう学校通うその電車の中とかでもうずーっとやってたからね。で帰り道とか部活終わりに友達とこうねパズドラをやるみたいな、パズドラやりながら電車でねの揺られながら帰るみたいな、そんな毎日を過ごしていたので、やっぱりその頃からパズドラはね僕たちの心の支えになっていましたから。うん、これ大丈夫これ。しょぼコンボすぎないですか？ちょっとやばいやばい。あ、これでも7コンボとかでいけんじゃないかな。そうだから僕たちの青春の1ページなんだよパズドラは、ぶっちゃけ。そうだからね、そのパズドラにねがね最近すごくやりやすくなってるってのは非常に嬉しい、僕としては。あ、ここなんかスキルダメできちゃうな普通にな。そんな感じなのか。はい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 。そうだからね、ありがたいですね、こうやっていろいろ環境が良くなってるのは。いや明らかに曲芸師の頃よりは良くなってる。マジで良くなってる。てかいろいろさ、なんだっけ、石10個とか6個だかでなんかすごいやりやすく、てかねゴッドフェスのフェス限だけ出るガチャとかあるじゃない？あの辺がすごいね有意義だなと。はい、ここプレドラ抜きますと、はいそう、あの辺でいっぱい、あの辺さえ引けば多分このキャラたち全然揃うと思うから、僕はこれあれか、このパーティーフェス限のみ。クソみてえなパーティーだなこれ。クソみたいにこの豪勢なパーティーだけど。ごめんな、使うやつがこんな弱くてすまんな。23456で6で OK、 これ6で、あダメ、全然足んないわ。全然足んねえや。はい、ありがとうございます。そういろいろさ、なんかお邪魔使ってくるやつほんと多いからさ、お邪魔対策だなと思ってやってるんだけど、あ無駄に十字とか決めちゃおうかな。下に木がないと意味ない。でも6コンボでよし OK、 根性ライン抜けた、素晴らしい。お色あるじゃん、いいね、ありがたいね、これありがたいな。ここに作っちゃって、でこうしてこうして、いやこんな感じで23456 7来いよ、そこは7来いよ。まだエンハンスとかでしょ、とどめいっちゃうよ。まだ魔力貯めてますから、分かってますから。で何もしないで有名とかなんかみんなさ言ってるけど、でもちょっと怖いなって。やっぱ闘技場の動画って多分もう溢れてると思うんですよ、いろんな人がやって。で僕もそれ参考にしながら今やってはいるんだけど、まあ今は参考にしてないけどね、別にね今は参考にしてるわけじゃないけど、そういう人たちねやってくれてる先駆者の方々のねいろいろを見ながら僕もやってるわけなんですが、いや本当にね闘技場昔その昔というか、僕がねその引退しかけていた頃、仮休止してた頃、仕掛けてた頃の闘技場はもうバカ火力のもうバカ耐久のだってカーリーとか抜けるわけね、ふざけんなみたいなねぐらいでしたから。だからあの頃からしたらね本当に、てか待って、リーダー変わってないんだが。そうこれ僕前のね闘技場1とかを回ってた頃はここ究極進化の方のだったかな、忘れたけど、あっちの12ターンのねいつものいつもの2色人のあっちのソニアにしてたんだけど、青ソニにしてたんだけど、これね、そうソニアクリアにしちゃいました。そう、ここのメジェドラとか、メジェドラだっけ、あれ合ってるこいつメジェド様のこのリダチェンとかがすごい嫌だなと思って、そこで体力とか減るの嫌だなとか思って、別にネイでもいいんだけどさ、ネイに切り替わるぐらいだったら別に僕はね、いいかなって思うんだけど、ただまあやっぱりそうは言ってもね、やっぱりこうリーダー変わんの嫌だなって。はあ、ちょっと喋りながら難しいね喋りながらって難しいな。おいちょっと闇、あ、待って、ネイ溜まっちゃってんじゃん。しまった、やってしまった。これはね、ネイね、ここでね、使っとくべきだよ。これね、使っとくべき。締め付けだもんね。締め付けの1段階目だから、ここ使っておいて、そろそろなんか攻略っぽくしていこう。攻略でもないけどな、別にな。消化って感じだけどね、どっちかっていうと、僕の中では。今回の戦いは。ね、初めて、多分僕絶対だってこれ、負ける要素ないもんな、このパーティーな。ね、絶対このパーティー勝てるから。だからまあ、消化ですよ、消化。今回は絶対に勝てるパーティーでちゃんと勝つ、しっかりと勝つ、そういうところをね念頭にやっていきますよ。はい、落とし、はい、ありがとうございます。これまだ2発目、まだまだ全然、あ、もうほんと全然余裕ですね。いやー、ほんとソニアクリアてか軽減がやっぱほんとすごいよね。いろいろさ、すごいけどさ、いろいろすごいけど、やっぱ軽減ってすごいなって。全パラで体力に補正かかってる上に軽減ってどういうことって、僕もだってビビったもん。うわーみたいな、意味がわからないってなったもん。何これ強くないって。ここでネイですね。ここでネイでしょ。これネイだね。ここでネイでどうしようかな。まあ普通にここで追撃組んで、そう、シルビーがさ、本当に僕のパーティーの中で本当大活躍で、ありがてえことに本当に大活躍でね。あ、これ違うなあ。でも抜けるか、いける。よし、7コンボありがとうございます。よかったよかったよかった。そう、ね、僕闘技場1をよくやってた頃にこいつ今のやつにあれやられてたんですよ。そう、こいつを見ないです。敵を見る前にパズル始めちゃって、このパズル切り替わるっていうか、まあ次のステージに行く時にね、操作できないじゃない。その操作できない時にパズルを見るっていう癖があったから、その時にね、もうパズル組み始めてて、でもう始まった頃には動かしちゃってて、で敵を見てなくて追撃組まなくてスキルなくなって死ぬみたいな。別にスキルなくても勝てる人は勝てるんだろうけど、ちょっと僕は厳しかったのでねっていうことがありました。あいつなんかすごいスキル奪ってくるあいつね。あいつすごい嫌だった、僕の中で。とても嫌な記憶しかないです。56の789 OK ありがとう。お、いいね、素晴らしい。いやー、このヘライースもさ、すごい懐かしい記憶がいろいろありますよ。ちょっと待ってね、ネイのスキルが67、ちょっとやだな。こいつとか別になんかスキル貯めてもいいんじゃねとか思っちゃうけど、どうなんだろうか。まあいいや。そしたらこんな感じで、なんか違うなあ。下にやりたかったけど、まあいいかまあいいか。多分ね、抜けないよねこれじゃあ、まだね。 OK、 ほらもうこれ、いや素晴らしいね。いや、いいね、ほんと。うん、ちゃんと対策してくるとか大事だね。ちょっと前にエイルの動画を出したんだけど、エイル実装の時に出したんだけど、あれの時もやっぱり雲とか、そういう雲とか、あとなんだっけ、くるくるとか、ああいうのの対策やっぱしっかりしないと。てかそれさえやれば恐るるに足らん的なんだろうなとは思うんだけど、僕なんかね、まだまだ勝てなくてな。まあパーティーがまだ全然揃ってないってのもあるんだけど、やっぱ難しいよね。うん、対策さえできれば楽になるのにっていう場面すごい多いと思うんだけど、やっぱまだちょっとキャラがね揃ってないんで、今後まだもうちょっと課金していろいろゴッドベース来たらね、とりあえずコットンが欲しい。コットンとかリューネとか、まあこのシルビーの枠だよね。このシルビーの枠になんとかその辺が欲しいなとね思っているので、まずはそこを引く、このパーティーに足りない部分を補っていきたいなというふうに思っております。ちょっと待ってな、ちょっと待ってな。あ、やばい、やっちゃ大丈夫かな、よかったあーよかった、あーよかった。もう一瞬もう、あ、これ大丈夫なのかな。ちょっとモンスターのデータについては僕は頭の中にそんな入ってないんで、覚えてないから、そもそも全然覚えてないんであれなんですけど、3456788、 OK これ抜くか。ああ抜く抜く、全然抜きます。でどうなの。あ、でも来なかったね。いやーお前か、なんだっけ、ガイアドラゴンってやつだっけ、お前か。600万以上ダメージ無効だから、でも600万ってことは1200万までは出していいから、普通にコンボしていいかもしんないね、このパーティーだとね。ネイがおそらくそう12で溜まるから、圧縮空気玉使っちゃっていいかもしんない。ここで1200万まで出せるってことは12312312312312だから、5のそうだね、はい行きましょう。これでどうしようかな、いっか。お、これめっちゃいいんじゃないこれすごくいい、すごくいい今組み方をしたんじゃない。これ大丈夫かな。あ、ほら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 、ちょうどいいちょうどいいちょうどいい、いい感じいい感じ。そうこれですよ、これこれ。そうソニアクレアがやっぱりね、このなんだっけ L 字消しのやつとか持ってるし、 L 字消し7コンボ強化だから、なんかこうネイと L 字消し 2way 7コンボとかやったらマジで。で全最強火力みたいな感じになるんだけど、だからなんかこうバランスを取る時みたいな、そういう調整もできるなって思ってる。なんかすごいベタ褒めしてるけど、僕はあんまりソニアクレアぐらいしか分かんないから言ってるだけなんで他にもいろいろね、いいキャラがいるのは知ってますよ、僕も。うん、そうなんだけど僕よく分かんないからまだまだあー、これ今下にやっときゃよかったな。ありがとうございます。さあこれってさ、どうなので、これガンガンやっちゃっていいんだよね。あ、てかここエンハンスさ、いやでもエンハンスしなくても別にいいんだよな。したら、てかもう吸収無効ないから、これネイ、あ、またこっちからネイ使って、はい、使います。でこれやろうか一旦貯めようかね、こういうの大事だと思う。ちょっとさっきのちょっと足んなかった、全然足んなかったから、44で443とかでいけるんじゃない。あ、444444 まあいいか、これ大丈夫かな。うえい、完璧なのが来た。これおい、いいじゃん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 、いいじゃない、それでいいのよ。いいいいいい、全然いい全然いい。でエンハンス2枚で、エンハンス2枚なんでちょっとそこは嫌だから、まだねジンはね一旦あれだね、回復しつつ、あ、でも大丈夫か、あ、大丈夫か、大丈夫だよな。これでちょっと回復しつつ、そんないらないとは思うんだけど、不要色を消しつつみたいなこれでまあ33か、うん、体勢を立て直している。ありがとうございます。ここでさエンハン使って抜くか、これでいこうか。これ使って回復するしね、回復別にいらないけど、これで3倍エンハンスで33で組んでみたいな、そんな感じでちょっとやってみようかな。そんなさ僕にできるのって感じなんだけど、頑張ってみるまあ頑張ったんじゃないですか5678 これでどう、なんかちょうどいい感じに。あー、いいサイド、うわー、これ大丈夫か。4つ消し、4つ消しはしよう、4つ消ししますよ、4つ消しするよ、4つ消し、4つ消しして、ほっほっほっ、よし456788。さあこれでイングン、よかった、いけるいけるいける、あ、よかった。ガイアドラゴン結構優しいのね。あー、ちょっとなんかやべえ、危なかった今今だって僕、あ、これやっぱダメなのかな、ちょっと今一瞬悟っちゃったもんね、自分の士気を悟ったよ、危なかった。よし、これで抜いたでしょ。 OK、 さあ、わ、マジか、来たぞ、よし行こうか。これそう光カーリーだとすげえありがたい。よし、じゃあここで、味方のターン2ターンたまる、これでやってからメルクリアエンハンス、うわ、水少ない水少ね。なんかもう考えうる最低値ぐらいなんだけど、ほぼひどいなこれ。いや、これとりあえずじゃあ、そしたらさ、こんな感じでやってあげてさ。ひどい。それもひどい。7コンボは行こうよ。うおー、危ねえ。いやー、もう7コンボは行けよ、そこは。バカだれお前。あっぶねえ、あっぶねえ。大丈夫だった、よかった。あっぶねえ、マジ。ああ、もうこんなとこで死ぬとかやばくない？いや、死んでないよ、まだ。むしろやばくないとか言いながら死んでないからな。よし、。なんか一応なんか街にしてるけど。頑張って！よっしゃ！やった！よっしゃ！ここ抜こう。ここ抜くぞ！まだ気が抜けないからな。ここで抜く。もうまた水少ないし、なんでこんな。あ、でも44であるね。44なんとか頑張って。44は、僕はね、好きなのはね、あ、でもそれでいいんじゃないですか。別に好きなのとか関係ないです、そういうの。全然ダメ。自分でもびっくりするぐらい組めなかった、今。びっくりだわ、やちょっと、コントじゃないんですよ。はいはいはい。なんか無難な感じで。ああ、水もう一個来てくれれば。よし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 、これでよっしゃ、なんとかいけました。やった。ちょっと待って、全力で組みたい。全てが全力、全部全力だ。これ街2個あるし、うん、まあ、うん、そんなもんだよ、世の中そんなもんだよ。ということで、はい、闘技場3クリアしました。やったー、やったー。うわ、超嬉しい。はい、バランスキラー。はい、やったー、闘技場さん。なんかなんとなくね、感覚はつかめたんで、これで、あ、よかった。ちょっとでもお邪魔、あ、でもお邪魔は本当に対策は大事ですね。だからなんとかこうお邪魔ね、2個あるやつを、つぼね以外のスキルだとネイがすごく使いやすくなるから、ネイはもうバンバン打っていきたいんで、うん、まあその辺はいろいろあれですけども。で、あと風神たまんないんだよね、僕の進み方だと。だからもうちょっと遊びを入れた感じでスキルを貯めて風神がたまるような感じでってやってあげないと、多分ちょっと厳しいところあると思うから、まだまだちょっとね、僕の中での改善点はいろいろで見えてきてはいるんですが、まあとりあえず今回は闘技場3クリアできたよっていうことでね、動画終わろうと思います。ソニアクレア、やっぱ僕好きです。てか、まあ復帰する時に引いたゴッドフェスでね、このキャラほぼ全て出たのでね、すげえ金かけたんだけどちょっとね、しばらくまだまだソニアクレア活用していこうと思います。